てる。隠せ。跳ねてる髪隠せ。こんばんは。こんばんは。こんばんは。おつまま。今日はちょっといつもとは違う雰囲気にしてみましたって言ってもメイクとかほぼしてないんですけど、服とか髪型とか可愛らしい感じにしてみました。ちょっとアイシャドウだけ塗ったそれだけエムステイイエーイ嬉しい、やっとみんなに言えるって言っても私もこないだ知ったんですけど、本当についこないだ知ってえみたいな。なんかしかもなんか出演が決まりましたって LINE が来た時にマネージャーさんからんみたいな、えそんなことあるみたいな。もう私もそれを見た瞬間信じられなくて、そう嬉しいね。あといっぱいね、今日はもういいお知らせばっかあったんです。私のとってと話し会のそうそう、お話し会の完売がみんなのおかげで増えてること、クリスマスコンサートが決定したこと、あのスタジオさんの時にね発表があったと思うんですけど、あとあと生誕 T シャツの受付も始まりました。あーいっぱいありすぎで今日ありすぎてもうちょっとよくわかんなくなっちゃってきた。今日は四国音楽祭の放送日でもあって、そうの親戚が見て見つけたよって言ってくれて嬉しかったっていう、いろいろいいもう盛りだくさんすぎて今日一日がうわーってなってる。それはあの幸せのうわーなんですけど、そうすごいよね、こんな早くっていうかあれだよ、そのまず M ステ3人また出れるっていうのなんて思ってなかったから、一回出れるだけで本当にすごいことだし、本当にね、そう本当にすごいことなのよなのにもうまたね出演させていただけれるなんて、みんながいっぱい応援してくれてるおかげですねフフフ。そうだからパパにねちょうだいって言われたんですけど、どうしようかな生誕T着やすいですか。生誕Tシャツ前回のはですね、ちょっと少々お待ちを。あ、私のペックルが見える。ここに。あ、ちょっとリースここ置いて。よっ、生誕Tシャツが。あ、もう手ありすぎて何から話せばいいか分かんなくなっちゃってる。あしあしあし。本当に。このね、もういかにも着にくいデザインを私は作ってたんですけど、今回は本当にちっちゃいので、まだ前のやつよりは。全然着やすくなったとは思うんですけど、どうですか前、これは前回ね、今回まあ下手くそなのは変わんないんだけど、絵が下手だから、でも着やすくはなったと思います。そうちょっとねシンプルめにして、そう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 、着やすくしましたのでぜひ着てほしい。ワンポイント、そうですね、ワンポイントですね。
前回のまあ可愛いんですけど男性も着やすいっていう。盛りだくさんですね。可愛らしいデザインだけど控えめだから着やすそう。よかったよかったよかった。クリスマスコンサートもいろいろあってね。いいね。着にくくても着た？ありがとう。ゲット。そう、私は今日、しかもこの服中もやった。しかもこの服を着た時に、これ半袖なんですが、可愛い服みんなに見せれてなかったなと思って今日着てるんですけど、この服を眺めてたら今日買ったものがちょうどめっちゃね合うものがあったんですよ。それは今からつけようかなと思います。ハロウィンが近いから可愛いなと思って買ったんよ今日たまたま。ももかが買ったのは、ああ待って、値札が取れない、値段見えるイヤリングじゃないよ、カチューシャ、可愛いカチューシャだよ。全く取れん、全く取れない、あ取れた、じゃじゃーん。でもちょっと鈴がめっちゃ鳴るね、鈴がめっちゃ鳴るね、かわいいでしょ。かわいいやろこれ。そうちょっとこれはハロウィンが近いから買ったんですちょうど。で今日この服を着た時に眺めて、あこれ合うやんと思って持ってきました今ここに。そうちょっと鈴うるしゃいね、コスプレ配信みたいになってる。あ、なんかちょっと調整できる。調整できる。待って、これちょっとどこか可愛い？ピンクが見えないね。ピンク、あ、見えてる見えてる。どうですか見える？音鳴る。音鳴るよ。またちゃんとメイクしてからもちゃんと今度つけようかな。今日はちょっとナチュラルだからあれだけど、ナチュラルってかほぼメイクしてないからあれなんですけど、ま、ちゃんとメイクしてからもつけます。生誕地行ってくれるの待ってるにゃん。あーやばい、これを友達に見られてたとしたらやばいかもしれない。今一瞬で気づいてしまった私は。わー花火だ、玉やしてる。玉や。玉や。10月玉や。
今10月か。ありがとう。もうか専属カメラマンのとしさん、ありがとう。たまや。なんで花火なんだろう。え、ありがとうね。日本分ありがとうございます。あー待って、そっか今日猫だしな。今日しょかしょかよし、としさんタワーありがとにゃん。心が心が耐えられない、耐えられない、耐えられない、耐えられない。ありがとう。クリスマスね、また待っとるね。だいぶあれ、壁壊ったらいいけど耐えるんだ。なるほど、ターのあれですからね。心折れない。もうこの年齢になるとね、なかなか心が待って、もうこの前のあの3周年の時のタワーのお礼ももうちょっとだけ待ってね、ごめんね。あれ置いてタワーのやつどこ、足のタワー書くやつがどっか行っちゃってしまったんだけど、どこ行ったの、あれなーい、ないない、ジミーペクラゴビンに、もう私はもうそれ耐えられなくなってしまう。そう、話し会もありがとね、いっぱい本当にびっくりした。めっちゃわいないで、どこ行っちゃった、どこ行った、どこ行っちゃった、ないにゃ、ないにゃね。こんばんは、こんばんは。かわいすぎ。ありがとう。ねえ、なんでいんの、ねえ、なんでいるのねえ。なんでいるのね、向こう。なんでいるの、私今さっき友達見てたらどうしようって言ったのがもう今普通に現実化されたからね。ダメなの。いいよ。そう、私今日猫ちゃんになってんの。ほんとにもう。前振りだと思ってた。タイミング良すぎ。明日の四国は当たらなかったね。撮ったね、また待っとるね。見てる側からすると、あー面白がってる、そうやって面白がってる。コミンにはつけない、つけないよ。つけないよ。ファンの方と同じこと言うじゃん。フードフェスティブねえ。フードフェスティバル行くんかい、私も行きたいんだけど、フードフェスティバル。
けないや。モカさんの萌尻さん相当レア化されてるので、最近生誕祭いつかな。リネットの生誕祭決まっとったね。コメント欄が逆ににゃんなんだけど。やだやだ。なんかもうそんな、もう全部ににゃんをつけられるほどの年齢はじゃなくなってしまったのよ。踏んだ踏んだ。みんなリア友の前でニャンとかつけれるの？みんなまださ、みんなさ、友達の前でニャンとか言わないでしょ。言わないでしょ、本当にみんな言ってんの。言わないでしょ。おじさんなおじいさんなの。いやでもさ、もうかもさ、高校とかでね、じゃあ例えばねむこちゃんもう仲良しすぎて、別に私が急にふざけて言い出しても何とも思わないだろうけど、急にね高校の子とかに「おはようにゃん」とか言われてもびっくりでしょ。えみたいな、何言ってんのこの子みたいな。そうなるでしょ。職場でにはつけそうなの。マジか。チューはつけそうだ。見てないと思う。君が見てなくても私はもう言えないよ。職場で試して。だからみんなじゃあ、みんなの前でさ、みんなの前で発表するときあるじゃないですか、会社とかで説明したりする、あの時もう全部にゃんにゃんつけて、じゃあ説明してくれる。キレられる。いやそれな。接客してる。いや私のせいでみんなが会社クビになっちゃうな。プレゼンでプレゼンでニャンつけてよ。逆にも今日は体調悪いかなって思われるかもね。なんかもうというか、そのどうなんか辛いことあったんかな。猫耳大きめ、そう大きめ。辞表を書く。やばい。私のその好奇心でみんな。辞表を持っていかなきゃいけない。鳴らしたらこうなる。かわいいでしょ。初でない。いやこれね、みんなの前で着れてなかったと思って今日着てるんですけど、半袖だけどみんなの前のお披露目はできてなかったから今日着てるよ。こんばんは。今寒くないね、この部屋が。喋ってるとあったかくなる。ちょっとママに紙じゃない、スケッチブック持ってきてって言おうかな。
LINE で買いたい場合は毎日ステーキ、そうですね、毎日ステーキ押すし、ステーキ押すし、あとたまに麻婆豆腐、あー声が、たまに麻婆豆腐とか声が一瞬絡まったフフ今日何食べたっけ、今日はお肉食べて、あとはもうタピオカ飲んだ。カレー大佐いいね、モスめっちゃ美味しかった、美味しかった美味しかった、こんばんは、明日肉の日、明日肉の日か、ちらちら、かわいい、ありがとう、集合魚食べ、そう魚いっぱい食べてる、お魚いっぱい食べる、そうそう、もう一気に食べれないんだよね、そうなの、ケンタッキーいいね、あそう、あのお寿司ね、一口が大きくてね大変だった、なんかもう大きすぎて一口がどうしようってめっちゃなっとった、もう口がね、あんまもうなんかいっぱいご飯を口に詰めれない人だから結構大変でした、なんか最近ねお寿司屋さんね半分カットしてくれるとことかあって、そういうなんか半分カットしてもらったりしてる、たまにそうネタ大きそうだった、大きかった、でもめっちゃ美味しかったよ、美味しかったけどただ普通に食べた人になっちゃった、食べるの遅い朝くないし、お寿司は食べるの遅いかも、予告でお茶吸ってた、お茶おいしいよね、寿司一回も食べてない人いて、え寿司缶も食べてない人、一缶も食べてない人、あー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 うんうんうん、モーカたちさ、モーカたちさ一斉に食べてるからさ、みんなのこと全然知らないんですよみんながどんな感じで食べとったか全然知らんくてね、私ももうそこで必死やったけんあそういうことね、そう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 、あ確かそうね、りんこちゃんなんかね、なんでそれ食べとるみたいな食べとった気がする、サイドメニューね、うんうん、うん、フライドポテトでお腹いっぱいだ、そうなんだそうだったんだね、でも私もほんとみんながなんか結果は知ってるけどみんながどういう感じで食べたとか全然知らないので、そう、モカはただただあの一口がでかくてそれに頑張って口を大きく開けて食べることが精一杯でした、ジェラポイントそれが好きだったんじゃないそうですね、みんなそれぞれの、あれでも普段より早く食べて、どうなんだろう、
どうだろうか。それでも早くなかったと思う。ゆっくりだったと思う。そうですね、ズボンスタイルでしたね、あの日は。シンプルな服も好きなので。下お姉ちゃんの MV、 あ、そうなの、公開されるんだ、楽しみだね。よく噛む人、うん、噛まんとなんか飲み込めん人、猫みおちゃん、猫じゃあちょっとお母さんにスケッチブック取ってきてちょーって送ります。一瞬止まると思う。あ、待って、足つった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 、いやーいやー、今痛い、めちゃくちゃ痛い、めっちゃ痛い、まあ、来る。Thank you. おう。あ、治った。だいぶマシな方の釣りだった。よかった。なんかもっと痛いやつかと思った。だいぶマシなやつだった。イエーイ。あとママがちょうど私の足つってる時も、いや、水分不足はちょっとありえる。お出かけする、連れてってくれるの、ありがとう。鈴の音、じゃ猫が話してどこにいるか探してる。ここだよ、ここだよ、あ、よかったよ。今日は盛りだくさんだ。可愛い、ありがとう。生誕 T シャツの出したの、なんか可愛いかなみたいな。可愛いかなっていう。でもなんかラブ&ピーチって感じで、ハートと桃を入れたかったなっていうあれです。
いいでしょう。こんばんは。今日は何の絵を描こうか。なんかさ、ペンとかがさ置いてたはずなのにさ、ママに回収されてる気がするんだよね。なんかの、なんかさ、ペンさ、どこに回収した？机の上に置いてるやつ、いつも。ないんだけど。回収されて、あ、あった。あったあった。三個分。そう、今日はね、四国をね一人で通しました。でもちょっと不安なのでいや結構不安なので、本当に久しぶりでメンバーと合わせてないんですよ。先輩方と2期生のみんなと。だから本当にちょっと怖くて、久しぶりやと怖いなっていうので、ちょっとこの後念入りに練習する予定でございます。こんばんは。焦らない。うん、カーテンのペックルです。明日はチャイムですか、わかんないです。僕も明日わかんない。明日お楽しみかな。多分私もまだ知らないんです、実は。明日先輩たちが怖いとか、いや全然全然そういう意味じゃない、全然言ってないじゃんそんなこと。違うよ、普通に合わせてないと立ち位置とかがの動線とかがね分かんなくなっちゃってあれってことだよ、不安っていう意味で。マジで先輩方は優しすぎて本当に優しいよ。皆さんも知ってると、全然知ってると思うんですけど。そう、明日はね8人なので、うれっちいつも6人なので、ぜひぜひ。そう、ぶつかっちゃうとかがね心配になっちゃうね。そうそうそう、チラちゃん、エディオ見やすいね。私もファンの方エディオ見やすい。何しようかな、これはこうして。
シロさんとしてニコニコあれお、最前列、うん、だカラオケの方も楽しみにしてるね。カラオケの方も絶対楽しいと思うし、もちろん四国も楽しいし、両方楽しいと思います。明日明後日来れないって方もまた会おうね。いっぱい公演はまだあるので、これから四国もきっと回数も増えるだろうし。カラオケ何言ったらよく内緒よだって楽しみ後の方がいいじゃない。またね、配信じゃなくて配信がないから多分そうスペサポか、そのまたどういうことをしたのかとかは配信で終わったらみんなにお話ししたいと思います。ねえ、配信ないの残念よね。私もあるんかと思っとったらないよって。そうそう、だからいっぱいお話しするからね、その時の話も。遅刻は配信で見れるかな、一見見てね。感想欲しい。うん、私のお話でみんなが行った気分になるぐらいお話ししようかな。全員と通称とは撮れんかもしれんけど、時間があれんのあれといっぱい撮りたいな、写真もみんなと撮れる限り。花火タワーありがとう。明日会えないのは寂しいけど、また会えるの楽しみにしてるよ。いつもありがとにゃん。3周年の時のお礼もごめんね、遅くなっちゃってて。かくくんもうちょっと待っててね、ごめんね。バイ。にゃん行った。サービス。まあね、猫耳つけてるのに全く言わないのもね、あれですからね。可愛いでしょ。こうやって花火がいっぱい、いろんな形の花火が上がってて。顔つきとか桃いっぱいいます。ありがとうね。サンキュー。天線何って思った。花火だよ、あるじゃん。ああいう花火あるやん。ああいう花火あるやん。え、点線じゃないの花火って。なんか、え、違うっけ。あれ、こんな感じじゃなかった。私はいつもこう見えてたよ、形のある花。明日よろしくね。よろしくね。久しぶりじゃない花火だよ。点線だよ花火は。多分。今日は四国練習するから9時半ぐらいに終わるね。今が何時か分かんないけど、めちゃくちゃ久しぶりよね。23分か。
27分になったやもんね。目が乾燥しちゃってる今。そう了解ありがとう。今日ねなんか授業でねお花を立てて、お花をなんていうのあれ、ささお花を生けた、んお花生けるっていうね、お花を生けたんですけど、そう結構うまくできたのよ。でちょっと今日はかわかんないけどまた送ろうと思っとってメールで。そう、なんかのプロの方が見たら何これって思うかもしれないけど、結構なんか私的にはまあまあいいんじゃないって感じだったんですよ。だからけどね、何がいいか分かってないから勝手に思ってるだけなのかもしれないんですけど、そう写真撮ったんや iPad で、携帯は使えないので。3日の仕事で行ってないと思ったら待機時間見たら行けるかも。行けたらぜひぜひ。希望のしましたね。こんばんは。じゃなる。やめてしって収録に入ったら行くください。やだねやだね、気持ち落ち着いたりする。でも落ち着くって、でも楽しい、なんかワクワクしながらやってたかも。自分は和室みたいなとこではなかったかもしれん。なんか机やったよ今日は。でもなんか普段は室みたいなところである。こんばんは。どんなお花けたの？カーネーションと、あー覚えてないな、なんじゃらタコタコはだっけ、いやタコなんだってな、なんかね、でもね名前をねもう口で言ってたのに忘れたな、なんだっけあれ、なんやらタコ、なんか海ぶどうみたいな見た目の葉っぱと、モンストラ、もうなんかモンストみたいな名前だなと思いながら聞いてたから、モンストラ、モンストラと、あとなんかめっちゃ縦に長いやつ、あモンステラだなんか全然覚えてないじゃん私モンストラ、基本的にカーネーションしかあんま覚えてないんです。送ったらきっとわかります。明日送ると思う。今日急いでお風呂入ってダンスを覚える、覚えるっていうか確認する。分かる、なんか海ぶどうみたいな葉っぱだったよ本当に、なんかつぶつぶしてるのがついてる、
明日頑張ろう、頑張るけ、今からもうあいた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 やってくる。食べ物だけど、いけてな、タコはいけるやばいやばい。それは読んでいきます。幻さん、ハートありがとう。ミミさん、リストありがとう。テルさんありがとう。モカロ侍さんありがとう。ゼータさんありがとう。ケイスティンさんありがとう。デイちゃんありがとう。マピアノピーさんありがとう。ハルさんありがとう。10歳のティビダゴヒコニーさんありがとう。ジニーのトラブルさんありがとう。ジチのゼータさんありがとう。明日よろしくよろしくね。10位のハルさんありがとう。トマクワリナズさんありがとう。9位のエイトさんありがとう。ちのニャオセティンさんニャオセティンさんありがとう。かわいいんやとかね、とてもかわいいね、ありがとう。七位のマピアノピさんありがとう。四国音楽楽しん、四国楽しみか、ありがとう。頑張るよん。くのくちゃんありがとう。明日楽しみ。お、モカも楽しみにしとる。最善待ってるねん。ごいのドラゴンさんありがとう。ももにゃん、ももにゃんって書いてくれたのかな、ありがとう。続きまして4位のマー君さんありがとう。3位のエビ様さんありがとう。2位のタさんありがとう。1位のモモアンドモモモモアンドモモモじゃん全部あ、モモとモモの、あ、別のモモちゃん、これ専属カメラマンありがとう。ももにゃん可愛い、好き好き、ありがとうありがとうございました。バイバーイ、また明日、明日も頑張ります。バイバーイ。